お願いします。よろしくお願いします。中の方はですね、フグが入っております。宮崎牛をいただく前に宮崎県産のお魚やお野菜がコースで用意されます。うわー、すごい。これ女子テンション上がりますよ。彩りも見事ですね。いただきます。うん、パイパイ。の香りがいいです。これはワインにしてもそうですけど、この焼酎ですね、宮崎県産の。閉じ込めて、宮崎県は野菜の宝庫、新鮮な生野菜とガレットのコラボレーション、宮崎牛にたどり着くまでの前菜も粋です。宮崎県産のミニトマトいただきますね。ジューシーでもやもやですね。そうですね。続いてガレットいただきます。お、美味しそう。パリッパリですね。そうですね、うん、で絡めてお召し上がりとよろしいか。あ、こうやってディップするんですね。そうですね。じゃあガリつけてみて。うん、合いますね。野菜の甘さが引き立ちます。分厚いですね。すごい。宮崎牛はそんなに油がですねしつこくありませんので、ミディアムレアですね。おー、きれい。すごい。お肉が柔らかいからスーッとナイフが入る。そうですね。それではここでフランベいたしますけど。はい。ミディアムレアに焼き上がった宮崎牛サイコロステーキ、沙織さんご堪能あれ。いただきます。いや本当だ、肉汁が口の中にわーっと広がって、本当にジューシーです。沙織さん、食べる和牛の達人になれました。お知らせの後、日本一宮崎牛を関東で食べたい、耳寄りな情報です。達人の道、和牛日本一の宮崎牛を特集しています。その日本一の宮崎牛を関東でも味わいたい、宮崎でも取材させていただいた宮地区が銀座にもあります。豊富なランチメニューや多彩なディナーコースがある人気店です。宮崎でいただいた美味しい日本一の宮崎牛が東京でもいただけるということで、銀座宮地区さんにやってまいりました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。いい匂い。やっぱり宮崎牛って人気ですか？はい、そうですね、人気高いですね。うん、
ジュッていったジュッていった。やっぱり宮崎牛が食べたくてこのお店に来るっていうお客さんも多いじゃないですか。そうですね、圧倒的に宮崎牛が美味しいということでいらっしゃいますね、お客様。牛目当てで、はい、脂があっさりして、はい、食べやすいですよね。そうなんですよ、はい、他のお肉と違ってですね、これは今からあれですか、サイコロ状にしていただくんですか。そうですね。あ、宮崎のいただいた食べ方と一緒です。はい、ほとんど宮崎と同じような感じを出ししてますね。あ、サイコロ状にですね。肉、いいお肉使ってますからね。銀座で堪能する日本一の宮崎牛、贅沢で幸せな時間を過ごすことができますね。それでは早速いただきます。じゃあ私は日向灘のお塩の方でいただこうかな。肉の味がいいからお塩もほんとちょっとだけで、はい、口の中に旨味が広がります。宮崎牛コースは前菜、小鉢、ご飯やデザートなどもついていてお得。宮崎牛の頬肉をこの日は提供してくださいました。宮崎牛が食べられるお店はよりよき宮崎牛作り対策協議会で検索。関東だけでなく全国のお店が掲載されています。ぜひここから日本一連覇を達成した宮崎牛を食べられるお店を訪ねてみてください。苦難を乗り越えた畜産家が愛情を込めて育てた宮崎牛、宮崎県を挙げての復興支援、そして国内外の宮崎牛を応援していただいた消費者の皆さん、三位一体となって成し得た宮崎牛復活だと感じました。和牛の達人たちは皆さんこうおっしゃいます。宮崎牛を応援していただきありがとうございます。口蹄疫被害からの復活、そして和牛オリンピック日本一2連覇達成、そして畜産農家さんたちの愛情が込められた宮崎牛、まさに和牛の達人。ではここで謎かけを一つ。和牛とかけましてよしこ、はやお、あおいと解きます。その心はやっぱり宮崎でしょう。まさに達人、素晴らしいですね。達人の道は元気の達人、元気のリレーもお届けします。